当時はそうですよ、空間に何も書かずに、その空間の中に人物、まあ、ほとんど女性像だったんですけども、その女性像、人物が、存在するっていうそれだけのテーマで書いてました、うん、で、あの人物のモデルはモデルさんちょっといい、今記憶蘇らして、モデルが あのねギャラリーをやってた女の人なんですよ、うん、ギャラリーに勤めてたのかな、版画のギャラリー R ビバンで昔あったでしょ、うん、でそこに勤めてた子で、ですごいあの不思議な存在感のある彼女だったので、でモデルになって、もらいました、はい、多分それぞれその女性の形によって、例えば真ん中の女性はすごい挑発的な、うん、腕を上げることによってこう挑発的なポージングをしてたりとか、あと向かって右側はどちらかというとヌードだけども、まあ割とこう静かな感じと、あと左側は何だったのかな、なんかちょっとそういう、うんうん、何かそれぞれにあの自分が感じたものを描いたんだと思うんですけどね、当時はいろいろと街で声かけたりとか、 あとは一番最初の時は大学で、うん、あの他の多学科の油絵の女の子やなんかに声をかけて、ですごい気に入った人がいたりとかしたらでこうやってもらったりとか、街で声をかけたりとか、その後はフッサーのハウスに住んでたんで、でその周辺に割とあのドロップアウトした女の子たちがいっぱいいたので、で声かけてヌードモデルやらないみたいな、そうでそこからヌードモデルデビューした子たちたくさんいるんですよ、とか、うん、あとはこの子は、ギャラリーの子だったし、あとはゴールデン街飲みに行って、でそこのママさんが素敵でモデルやらないみたいなとか、いろいろ、あと普通にモデルクラブからお願いしたりとか、いろいろでした。なんでかしらね。なんかそれは私にもねよくわからないんだけど。やっぱ一番惹かれるものが人間だったから。それにあとこう自分で、まあ、若い時から今までこういくつかその人体に対する表現が少しずつこう変遷してって、でやっぱりその若い時にしか見れなかったものとか描けなかったものが、まあ、こういう作品だったりとかして、でその時に自分では気がつかなかったたものがもしかするとその途中であったりとか今であったりとかしてるのかなっていうふうに思っていて、でもなんか原点は何も変わっていないと思うんですけども、なんだろうな、こうその表面的には見えないもの、なんていうんだろう、もっと奥にあるこう精神的な陰影みたいなものって絶対見えないんですけども、でもそういうものを表現したい、描きたいっていうのはあるのかもしれない、選んだ理由は、まあ、倍率が低かったから分かりやすく言うと、だみんなその当時は、まあ、油絵全盛時代でしょ、でも芸大なんかだと40倍とか油は、でむさびなんかでも本当に20倍とか30倍ぐらいあったんじゃないかな、でみんな絵描くっていうと油なんですよ、で日本画なんか誰も見向きもしなかった時代、だから2倍、2倍そうで、まあいや誰もやってないことの方がいいかなと思って、でそれでその日本画を受験したこともあるし、あとは美術の教科書もあの油絵の全盛時代で日本画なんか何にも載ってなくて、一番最後のページに
モノクロームで半ページにあの風神雷神のね、あの絵が載ってるとか、でそれが日本画だったわけ。でだったら日本画の方が面白いかなと思って、ロックアウトがあったでしょ。それで1年間、うん、まあ、学校なんかに行けなくて、でその期間私は中野に東中野に住んでいたから、高円寺にあるフォルム研究所っていうところにクロッキーをしに行ってたの。うん、町のあのクロッキー所よね。1回なんか300円とか400円ぐらいです。でそこがその4畳半かなんか の, その畳 の, その研究所 で, でそこにモデルさんが来て、で薄暗い中でもうなんか5、6人か10人ぐらいだったのかしらね。でクロッキーをするってそういう研究所 で, で後から聞いたら有名なとこだったんですってね、フォルムって。全然知らなかったの私。そうで、そこにねずっと私は通ってたのかな。学校に行けなかったから。あの若い時は人と話さない人だった。もうすごい、もうなんかもっとすごい痩せてて、ですごい怖い顔してて、いや内田君には近寄らない方がいいみたいな感じの。そうそう、本当に人と話すのが苦手な、あのほんなんかもっと突っ張ってたからね、うん、不良とか言われて。うん、だから社交的ではないけども、でもなんだろう、なんだろうな、ああでも雑踏の中で育ったから、雑踏、新宿の中で育ったから、うん、それは中学高校と、そういうこうるつぼの中で育っていて、あの自然派じゃないの私、うん、自然主義派じゃないの、山川綺麗みたいな。あっちに行かないで私。やっぱ雑踏綺麗みたいな、うん、まあその他の人から見るとちょっとこう違和感を持っている人、存在がすごく美しい、際立って美しいって感じることがある。うん、うん、でそういう人に声をかけてしまうこともあるし、でも別に普通だったりとか、あとは、まあ、レストランの中でもその場合は男の人だったけども、あの一人ずっとつぶやいてる人いるでしょ。でもその言ってることがものすごく素敵でね、なんかわざわざこうほらお皿持ってて隣に座ってね、こういや通路挟んだ隣に座って聞けるから、男の人だったからちょっと声はかけられなかったけど、素敵なの、ほんと素敵な人だったの。うん、でも明らかに狂ってるけど哲学的なことを言ってる。で声かけた女の人で、し白塗りでいつも同じこう四つ筋にこう立っていて、こうハンカチレースなんかしょ口を押さえてずーっとこう立ってる。誰待ってんのかなと思って。すっごく素敵だった。ハンカチで口をこうやって押さえて、こうさって。あの映画みたいでしょ。映像のシーンみたいな感じに私は思う。で自分もそこになんかちょうどこう居合わせるみたいな感じになって、でその男の人のそのつぶやいてる言葉とかを聞いてメモしてる私とかね、で全部こう自分でシチュエーションが映像みたいな感じになっちゃうわけ。うん、でそれはすごい強烈にやっぱり自分の中に残るし、そこからこう派生してそう作品ができていったりとか、なんかそう妄想に駆られることはすごくよくある。うん、なんか人間がやっぱすごい好きなのかもしれない。怖いんだけど好きみたいな、うん、好きなように、あちょっと面白いところがある、面白い人がいるからドローイングをするとか、まあ、モデルさんに来てもらって今日の朝からなんかドローイングだみたいな、でも全然作品のことなんか考えてない、でいつかこう書き溜めといて、で作品にするときに、いやあの時のあのフォルムがあったなとか、あの時強烈な思いをしたからなんかこれだなとか、まあそういう行ったり来たりみたいな感じ。それが こちらっていう山のような。そうなんですよね、うん、でもドローイングの方が良かったりとかするんですよ、往々にして。川は家の前を流れる川越してきた時からなんかずっと時々あのこの、まあ、嵐になると結構すごい川になるんですよ。すごい素敵だなと思っていて、普段はねカモが来たりとかおとなしい川なんですけど、そう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 。まあそう、まあ川
はすごい素敵だなと思ってずっと思っていて、で、なんかあんまり言いたくないんだけど、そのあ言ったっけ、ここにささんには、あの俺 3.11 の時に、私はその日本にいなくって、ちょうどその11日に、で、まあ、一体どうなってるのかっていうのをやっぱ確認したくって、で6月ぐらいに南三陸の方に、まあ、ずっとぐるーっとこう回ってきたんですけど、うん、でその時にちょうど6月だったせいか、沼というか、そのあそこも結構川がこういくつか沼のような川があったりとかしたのかな、でそれが緑色になっていて、でまだ瓦礫がいっぱい残っていて、でその緑のその沼の中に車だったりとか、それから家のこう、まあ、なんか天井じゃないけど梁とか、なんかそういうものがこう突き出たりとかしていて、まあ、それはそれ私は壮絶な光景を目にしていてショックだった、うん、でまあそれはあんまりなんかその時にはなんか自分でも話をしたくなかったし、そんなものなんか全然書きたくもなかったし、ただショックだったことはあって、でもいつかなんかその緑の絵を描きたいなっていうふうに思っていて、で緑って私の中にはなかったんですよ、それまで、うん、一度もなんか緑って描いたことがなくて、今回のは、まあ、なんか自分の中でいろいろとこう、うん、吹っ切れたっていうか、もうそういうことをきちっと話を決着をつけてもいいのかなと思って、でそれで、まあ、緑の川沼が流れていく中にいる、まあ、人体みたいなものを描きたかったなのかなっていう、うん、でもそんなにすごいものは何もないんですよ、そんなに 3.11 を描いてるとか、そんなことをテーマにして私も描きたくないし、そういうのは嫌いだから、うん、妙に行って、で妙義山がすごい素敵でしょ、そこ、いや描いてみたいと思って、絶対無理なのにスケッチしてないで描いたのよ、100号に。それでどこにも発表してなくって、ある日取り出して、やっぱりああいう風にね、を丸めて、気に入らなくってね、捨てた破ったの、まあ、高島屋でイビっていう、あれも沖縄の久高島でデッサンドローイングしてきたものなんですけど、イビっていう、あの向こうの言葉で言って子宮とかね、参道とかっていう意味があって、うん、なんかそう、また あそこに通い詰めて、あれをちょっとこう制作できないかなと思ってる、やっぱ現場をやっぱり 見ることの強さみたいなものは私の中にはある、うん、でもああいう妙義山とか、やっぱりこう海の風景とか、こう沼とか川とか、あの自然主義ではないけども、やっぱすごい強烈に惹かれる場所っていうのはある、うん、それはやっぱこう人と一緒で、なんか惹かれる人と一緒で、うん、でも人ばっかり描いてるとやっぱすごくこういうところに惹かれてしまうってこともあるかもしれない、